この物語はコットンの視点でお話が進みます。女王様大変です。異国からも全てのウィローが消えたそうです。やはり最近の異変と何か関係が？あらあら、それは困りましたね。妖精王国最大の危機ですわ。伝説の時が来たのじゃ。世界からウィローが消え去りしとき、そのもの青き衣をまといて妖精の国に降り立つべし、失われし絆ウィローを見つけ出し、最後には恵みのウィローの雨を降り注がせるであろう。真実とは思えません。誰？伝説をバカにしてはならん。青き衣、身に覚えがあるじゃろ。青き衣？まさか。そうじゃ、お前には青き衣をまとい士どもがおるであろう。